どうも皆さん、公認ギャングスターのリュウです。さあ本日なんですが、皆さん、私はですね、すごく気になっていることがあるんですよ。皆さんも気になったことがあるんじゃないでしょうか。この極天シティのお金、一体全部でいくらあるんでしょうか。私はですね、ものすごく気になりまして、このいつもって普通にバトルしてるんで、まあ1位の人が60万とか、まあ、70万とかで、2位の人で50万とか、まあいろいろあるじゃないですか。わかんないんですよね。一体この極天シティに全体でいくらお金があるのか、今回はこれを検証していきたいと思います。で、どういう風に検証していくかっていうと、カスタムルームっていう機能があるんですよ。実はエイムズってカスタムルームって何かっていうと、10人以上いないと作れないんですけれども、なんだろう、プライベートルームみたいな感じですかね。で、10人以上いると作れて、でその10人で同じこの、まあ、ルームに入れると、で同じこのバトルができるということなんですよ。で、まあ、今回はね、うちのメンバーシップ、うちのメンバーの竜の幹部会っていうのがあるんですけども、幹部会のメンバーに集まってもらって、で、一緒に、入って、で、みんなお金を集めて、最後俺が、その集まってきてくれたみんなをぶち殺して、ぶち殺して、で、お金が一体いくらあるのかっていうのを検証するっていうね、こういう企画となっております。まずはですね、これね、今回10人一応メンバーいるんですけども、残りの41人は全部ね、CPU なんですよ。全部 CPU。まあ、いわゆるそのボットみたいな感じなんで、その、この真ん中に集まってくるボットとかはもうゴリゴリ倒していかないといけないということですね。で、ゴリゴリそのお金も拾っていくって感じですね。こういう落としたお金は。でね、必ず、プレイヤーは、1万ドル持って始まるんですよ。だから全員倒さないと基本的にはいけないんですよね。全員倒した上で、この、現金輸送車と ATM をぶち壊して、で、それで全部集めて一体いくらかっていう、そういう感じ。さあ、まずは、しっかりと集まってくるこの辺のボットをね、まずは倒さないといけないっていうね、クソめんどいんだよね、これ。これ全部が、その人だったらすごい楽なんですよ。なんですけど、ちょっとさすがに51人集めるのすごい難しかったんで。さあ、まずはゴリゴリとお金をバリッと集めて、よし、そいつも倒していけ。よし、いいぞ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 。結構ね、ディーゼルね、攻撃力高いんですけど、お金集める能力があんまないんでね、ちょその辺は注意していきたい。さあ、しっかりめに、これ、多分エレクトラとかの方が良かったかもしれないけどね、ちょっと、このディーゼルは俺だよっていうのが、分かるようにね、フレンドリーファイアももちろんできるんで、このゲームもね。さあ、メンバーがね、各地の ATM を回ってね、金を集めてきてくれました。とてもありがたい。さあ、あとは、来るやつ来るやつを全員ぶち殺すって感じですね。さあ、そろそろ、現金輸送車、もう壊していかないといけないかなといったところ、さあ、いいですよ、いいですよ。さあ、ゴリゴリとお金を集めていく。多分ね、ちょっとだけ取り残しとかはあるんですよ。正直。まあ、それはもう仕方ないかなと、割り切っております、今回ね。さあ、よし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 よいいぞ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 よし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 で集めて OK。 さあ回収して、広域回収2個積んでるんでね、今回。さあ、あとはね、ここ確かね、みんなに集まってくれって言ってます。みんなに集まってって言ってます、確か。集まってくださいと。さあ、真ん中あたりにみんな集まっとけと。これで必殺技を打って、その必殺技を使って全員いっぺんに殺します。さあ、集合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 、オッケー、オッケー、オッケー。さあ、攻撃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 、オッケー。よし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 、オッケー。あと一人だね、あと二人いるから。残ってる人があと一人、あと一人どれだ、ボットか、あとそいつだ、そいつは確かキングピン、キングピンは残る一人ってこと。俺しかない、今このフィールドに、今俺しか生き残ってないってこと。あー、惜しかった。今ちょっとだけ残っちゃいましたね、今ね、最後。まあ、ただまあ数千とか数万とかそういうレベルでしょう、おそらく。さあ、というわけで、一体全体いくらぐらいになるのかと。さあ、極天シティ内のお金をほぼ全部集めきった男、一体いくらなんでしょうか。さあ、235万ドル。まあ、おそらくちょっとだけね、取り残しとかはあると思うんで、230から240、まあ、250までですかね。まあ、取り残したとしても、多分230から240万ドルぐらいだと思います。はい、というわけで検証結果、極天シティのお金は230から240万ドルであるということが分かりました。
さあ引き続きまして、カジノエリアのお金一体いくらなのか検証していきましょう。さあ今回は、カジノエリアですね。極天カジノ。極天カジノは、現金輸送車じゃなくて、大金庫があるんですよね。だからまあ大金庫まで結構ね、ここね ATM めっちゃあるんで、実はお金めっちゃなんか多いんじゃないかなと予想はしてるんですけども、さあしっかりと、ATM をぶっ壊しながら真ん中に行きましょう。これ結構大変なんだよね。結構散らばってんですよ ATM が。だから意外とそのATM を全部ぶっ壊すのも結構大変だし、これ割とねテイク、まあ、4とか5ぐらいまでやったかな確か。うん、テイク4、5ぐらいまで行きましたね。なかなかうまくいかなくてカジノ、しかもね分かりにくいから、ちょっと場所がみんな慣れてなくて、なんでちょっと難しかったんですけど、さあまあとりあえずこの辺の ATM はまあバンバンぶっ壊して、でしっかりと集めていく。結構ねこういうねちっちゃい、なんかそのなんだろうな、 ATM って大きいのとなんかこうカジノエリアちっちゃいのもあるんだよね。だからそのちっちゃいATM もぶっ壊していかないといけないっていうのがあって結構大変。ディーゼルはこの一発でこれ壊せるからすげえ楽なんだよね。これなんかドーンってぶっ壊して攻撃回収できるんですごい楽で、さあしっかりとこの辺をぶっ壊していきましょう。さあまずはこの辺の、ローズをぶっ壊して、さあ真ん中に行きましょう。さあ順調に集まっておりますね。ただこんだけ殺してまだ26万なんで、まあまだみんな集まってきてくれるんでしょうね。さあうわめっちゃ撃たれてる、めっちゃ撃たれてるめっちゃ撃たれてる。ボットのくせに強えんだよな、アンチとかなんかボットのくせになんかすげえダメージをね叩き出してくるんで。あオッケーオッケー、いいよいいよいいよ、集めていこうしっかりと。さあしっかりと集めていこう。オッケー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 死ぬ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 、やばいやばいやばい、体力がないもん。さあ撃たないと、さあそろそろ撃たないとまずいよ、撃たないと。オッケーオッケー、倒した。オッケーオッケーオッケー、で攻撃回収しろ。オッケー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 。さあ残りあと2人、誰だよ、いやもう1人誰だって思ってたんですけど、確かねこれねボットだったんだよね1人。なんかもう全然来ないのボット1人、迷惑だよな。まあでもモッドがまあおそらく1万ぐらいしか持ってないと思うんですよ多分ですけどね。なので、これ結果プラス1万ぐらいで見ていいと思うんですよね。でまあ拾い忘れもあると思うんですけども、まあここで230とということで、このカジノエリアもおそらくですけど230から240万ぐらいだと思います。今この結果の方で、下行くと、これずっと一番下の方にですね、これ1万持ってるね、このマラトってやつがいるんですけど、こいつの1万をプラスして、さらに周りの拾いきれなかったお金をプラスすればいいと思うんですよね。なんで多分230か240万ぐらいだと思います。カジノめっちゃあると思ったんですけど、お金、極天市に比べて、意外と同じくらいでしたね。というわけで、検証結果、極天市、極天カジノは230から240万のお金しか持っていないということでございました。